皆さん、ミランダ王妃とソフィア姫です。みんなどうも。小さなプリンセスソフィアといえば、そう、家族や友達みんなに優しいプリンセス。ある日、国王とソフィアのお母さんが結婚。ソフィアは普通の女の子からプリンセスに。今日から君も家族だ。そして兄弟になったアンバー、ジェームズが通う王立アカデミーへ入学。とても素晴らしいプリンセスになれるわよ。兄弟や友達、動物たちと頑張れプリンセス。一緒に冒険して、サナバラ笑って、みんなと仲良くなれたね。本当に楽しいでしょ。魔法教えてもらえないかな。友達だから。友達。そんなソフィア、最後のお話は、本当に大きくなったわね。現れた邪悪な敵に、王に逆らう奴は誰だ。私だよ。家族、そして友達と共に立ち向かえ。小さなプリンセスソフィア、ファイナルエピソード、11日月曜日夕方4時、初放送。いいところに来てくれたね。ディズニーチャンネル。